おお、切ったはい、どうも、タルタコスです。今回のね、バルヘイムの動画なんですが、題して、ゴブリンの拠点、イノシシ何匹で倒すのチャレンジということでね、最近ね、配信ばかりしていて、まあ動画上げてないなと思いつつ、たまにはね、こういうお遊び動画もいいかなと思って撮りました。それじゃあね、早速検証していきましょう。はい、着きました。これがね、ゴブリンの拠点ですね。皆さんよく見るやつやと思うんですけど、でね、これをね、イノシシ何頭で倒せるかっていうね、ただ単なるお遊び動画です。それじゃあね、イノシシ投入してみましょうか。まあ最初やし30匹ぐらいでいきましょう。それでは放っていきましょう。一旦30匹ほどでいってこい。さあどうだ、いけいけいけ、勝てる、お前らならいける。はい、ほぼノーダメですね。これはほぼノーダメ。そうか、あかんか。それじゃあ今度はね、ちょっと数100匹でいきましょうか。よし、行ってこい。ちょっと重いけどいけーいけいけいけ。あー、いいぞ。ちょっとはダメージを与えてるぞ。はい、終わりましたね。ざっと見た感じ、ダメージを受けてるのはこの2匹。こんだけしかダメージを受けてないんか。なるほど。これは辛いなさあ次はね、なら200匹いきましょう。持ってくれよパソコン、行ってこいいけーあー、だいぶ荒いが、いけー、肉弾噴射だはい、おそらくですね、1匹ぐらいは倒したんじゃなかろうかと。はい。ただまだ全然いますね、このヒューリング。ちょっとはダメージを受けてます。はい。ですが、まだまだ壊滅はしませんね。さて次は300匹いきましょう。真上からね、落とすような感じにしようと思います。はい、行ってこい、持ってくれよ、おお、いけーおお、すげえイノシシというよりこれはもう虫やな。さてさて300匹終わりましたが、まだねゴブリンはいますね。ただ少しねイノシシ側も結構攻撃をしてたイメージがありますね。何匹かのゴブリンは倒せました。拠点がボロボロになってしまったんで、一旦次の拠点に行きましょう。はい、新しい拠点に来ました。まあ結構でかいなこれ結構でかいですね。さらにバーサーカーの星1もいるか。ちょっと厳しそうやな。さっきより条件はきつそうですね。うわ、星2のヒューリングもいるな。さあこの状況で次は500匹チャレンジしましょうか。頼む、持ってくるよパソコン。お願いします、頼みます。いきます、行ってこい、持ってくれよ、頼むぞー。いけーいけーうわー、何が起こってるかわからん。頑張れ、耐えるんだ。天空からのイノシシの突撃。はい、終わりましたが、まあね、無理でしたね。500匹では駆逐できませんでした。500匹無理か。多分ね、シャーマン1匹を倒したのは見ましたが、やっぱり何匹か倒しただけで、全然ピンピンしてんな。ということでね、いよいよ、何匹やったら倒せんやろうな。点行ってみましょうか。パソコンも使えな。頑張ろう。いける、君のいける、このパソコンなら耐えれる。いけ1000匹だ。大丈夫かな、落ちひんかな。お、気流動いてる。おっおお、きたいけー、イノシシ1000匹すげえ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 いけー、行ってくれ、買ってくれ、頼むぞ。もうどうなってるかすら分からへん。シャーマンをやるんだ、シャーマンを。シャーマンの攻撃一撃でめちゃめちゃ殺されてるなこう見ると虫みたいやな。もうほぼ壊滅状態。さてさて、角ついてはいますが状況ですね。もう地上に残ってるゴブリンはほとんどいません。はい。でね、このねゴブリンだけ生きてるんですけど、イノシシはしご登れないみたいですね。やからまだ生き残ってるということで、これはねもうゴブリンの拠点壊滅ということでいいんじゃないでしょうか。はい。そして次はですね、レベル2のイノシシだとゴブリンの拠点は何匹で倒せるか、ちょっとねそれも検証してみたいと思います。はい、こんな感じですね。次の拠点は星持ちもいんのか。それじゃあね、一回星持ちの一旦100匹で行ってみましょうか。行ってこい。はい、まあ当然負けましたが、レベルがない時の100匹よりかはダメージはだいぶ与えてますね。見てください、こいつなんてもう瀕死状態。さあ次は300匹いってみましょうか。いってこい。おお、攻撃力が団地や。ねえはい、終わりましたね。あとはね、このはしごに残ってる敵だけなんで、イノシシちゃんははしご登れないんで、これはねイノシシの勝利です。いやー、300匹でも楽々と倒したな。やっぱり星持ちは強いですね。結構300匹でいけんや。はい、ということでね、検証の結果がこちらです。ほんとね、拠点の大小とか、あとフューリングシャーマンの魔法によって一撃で倒されるイノシシの数が半端じゃないので、なので、フューリングシャーマンの数によって、だいぶね変わってくるとは思うんですけど、何回か検証した結果がこんな感じでした。いや、ほんとね、パソコンぶっ壊れるかと思ったんですけど、なんとかなったんでよかったですね。今回はね、お遊び動画でしたが、また企画のヤグルスから討伐しかり、タコスキングダムの完成しかり、やっていこうと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。そしてね、私歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。それじゃあこの辺でお別れです。ということで、バイバーイ。